浪の日本球界復帰の可能性が浮上している。現在メッツ参加 3A のシラキュースで開幕を迎えることになったが、オープン戦での苦戦が背景にある。5試合登板し、0勝1敗2ホールド、防御率 12.27 という結果は、彼のメジャーリーグでの立場を不安定にしている。メッツとは年俸335万ドルプラス最大85万ドルのインセンティブで1年契約を結んでいたが、請求難による苦戦が続き、米国通信員は、今季メジャーで結果を出せなければ、日本球界復帰の話題が出てくるでしょう、と指摘する。本人は米国でのプレーを望んでいるものの、来年のメジャー契約獲得は未確定である。将来的に日本へ戻る場合、古巣阪神よりも日本ハムやオリックスが有力候補として挙げられている。特にオリックスは、藤浪と大阪桐蔭でバッテリーを組んでいた森友哉が在籍しており、彼の能力を存分に発揮できる可能性がある。藤浪くんはさすがに今年日本はないわ。調整不足でマイナースタートだけど、メジャー40人枠には入ってるしね。藤浪は、相も変わらずコントロールが乱れる。日本に戻っても厳しいと思うわ。藤浪はないと思うんやけど。藤浪はアメリカの野球環境が肌に合ってるみたいだから、もう少しあちらでやると思うで。藤浪さんは、去年もシーズン当初はこんな感じで、後半いろいろありながらも、調子が上がっていったから大丈夫やろ。案外日本に帰ってきたらメジャーのボールから、日本のボールに変わって投げやすって安定したりしてな。まあ、日本の球団なら甲子園のネームバリューがあるから、どこかは獲得するかもしれない。阪神の投手指導は優秀だし、何よりも球団が親身になってやってた。その阪神であれだったのだから、日本のどの球団に行っても無理だと思うわ。藤浪はメジャーが合っていると思う。濃紺でも乗った時のパワーピッチは魅力や。